皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。初めての方、はじめまして。いつもご視聴いただいている皆さん、いつもありがとうございます。さあ、ということでプロジェクトカズ2やっていこうじゃありませんか。走りましょう今日も。はい、ということでやってまいりました。前回はね、このランボルギーニベネーノで、この中古で9億円するこの車に乗ってね、いろいろ走り回ってきましたと。はい、ということでね、今日はですね、ちょっとね、因縁のね、車を使ってね、ちょっと今日はレースをしたいと思います。今日は何を使うかというと、これね、マクラーレンなんですよ。今日マクラーレン。マクラーレンでもね、一番好きな、あるじゃん、これ。P1GTR もあるね、これね。あ、まあ、その話をする前に、今日はね、P1 に乗ろうと思います。このマクラーレン P1 に乗って、一番最初に、このプロジェクトカーズ2を買って、最初にこうドライブするときに、レースするときに、最初ってね、この左上のこの570しか選べずに、なおかつ違うわ、720だ、この720しか選べずに、なおかつロングビーチしか走れないっていう状態だったんですよ。最初新品で買ったときはね。でもうボコボコだったんですよ。そのプロジェクトカーズ2というのを初めて運転して、こんなに実車に近いのかと同時に、マクラーレン乗ったらこんなになんのみたいな感じですごい思ったことがあったんですね。で、その今日はその、まあ、リベンジじゃないですけど、このマクラーレン P1、 しかもこの一流の P1 に乗ってね、ロングビーチを制覇してやろうかと思って、はるばる遠路はるばる地球の裏側からやってきました、私サクシュマハ。はい、ということでね、今日はこの P1 に乗りたいと思います。ちなみにこの P1 ってポジション1の略ですよ。皆さん知ってます？ポジション1ですよ。つまりポジション1というのは1位を意味するんですよ。1位、全てにおいて1位。さあ、ニュルブルクリンクも駆け抜けましたね、これね、実車の方ね。さあ、ということで今日はね、この P1 に乗って、ロングビーチを、制覇したいと思います。あ、ここですね、ちょうどあった。ロングビーチストリートサーキット。ここですね、ここを、まあ、制覇したいと思います。で、今日はここに行く前に、一旦じゃあまたね、いつも通り、このエンジン音を聞きましょう、皆さん。サウンド、この素晴らしい、エクセレントなサウンドを皆さんと一緒に聞きましょう。ということで、早速、ちょっとプライベートテストに行ってきます。さあ、やってまいりました。いつものオーバルコース。ここはオーバルコースじゃなくて、エンジンサウンド機構コースですからね。ここね。エンジンサウンド機構コース。やっていきたいと思います。エンジン、ね、エンジン、いいエンジン音かどうか。まあ、マクラーレンはね、これ確か P1 って確か V8 やったと思うんですよね。V8 の 3.8 リットルのツインターボだったはず。間違ってたらすいません。確かね、MP4 のダッシュ 12C と同じエンジンだと思うんですよ。ただ P1 の場合は出力が全然違いますんでね。行きましょうよ、行きましょう。この世界限定375台のこの P1 で行きましょう。9600万ぐらいですよ、9600万。だから新車で買って、いろいろ買ったらもう1億超えますよね。さあ、いいですね。てか、いいエンジン音かどうかまだ分かんない。このローで走ってる状態では、一速で走ってる状態では分かんない。さあ、どうだ、まもなくだぞ。まもなく、このサクシュマッハがアクセルを踏みますよ。美しいね。美しいね。グラフィックが。はい。マクラーレンね、まあ、家の近くにディーラーあるんでね、まあ、行こうと思えばいつでも行ける感じですよね。うん。マクラーレン。いいですね。P1 なんかほぼ見たことないよね、でも。でもね、やっぱりね、フェラーリに乗ってる人って、マクラーレンが好きな人が多い気がする。なんかよくそのマクラーレンのディーラーに、いつもフェラーリが路駐してある。多分お客さんの車だけど。はい。では早速ね、ちょっと、まあ、一速のまま行くのもあれなんで、ちょっと車のね、外観をちょっと見てみたいと思います。外観というか。まあ、後ろから見ると、やっぱり、ああ、P1 特有の、これ美しいデザインですよ、本当にこれ。もう、なんかもうね、これね、VR で早くやりたい。本当に、この画質で VR だったらもう完璧なのに。もうすごい、フルカーボン。すごいよね、これね。はい。では、早速、これで。あ、これはウィングですね。この状態か。この状態で、まあ、見ましょうよ、これ。はい、美しい。これが P1 ですよ。これ、この P1 だったら、ナンバーは絶対、点々1倍がいいよね。いいね。このフランク・ステファンソンが作ったね。これ、ステファンソン。フランク・ステファンソンがデザインした、この P1。美しいったら、ありゃしない。重量って、確か1400g。あ、グラムじゃない。1400kg ぐらいですよね、これね。はい、美しいですね。さあ、じゃあちょっと早速走ってみましょうか、これね。どの画面だった？ハンコン。これ、ハンコンはこれね。では早速走っていきたいと思います。エンジンを皆さん聞きましょう。ちょっとストレートからいきますね。これ、ちょっと見ましょう。もう踏んじゃいましょう。あ、ちょっと1速から2速がだいぶ速いな。あー、結構、あ、なんか踏み込んだら結構速いかも。このなんかさーっていうエンジン、さーっていう空気の抜ける音は一体なんだ？
おお、ほう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 、まあまあそこそこいい感じ。あっと、ちょっとステアリングがめちゃくちゃ重たい、 P1。 マジでこんなに重たいの P1 って。お、すごいね、いい感じ、いい感じ。これちなみにね、実車だったらその行動モードからレースモードまでね、4段階あるんですよ。ランボルギーニでいうあのスポーツとかコルサとか、ああいう感じでね、4段階あるんですけど、プロジェクトカーズ2ではそこまでのあれはないかな。このエンジン音だったら多分スポー、あれかな、レースモードにはなってないような気がするけど、どうなんだろうね。一応ちょっと7速入ってます。今7速。あ、しまったしまったしまった。しまった。ちょっと時計を見たらこうなったよ。ちょっと失礼、失礼、失礼です。はい。まあ、ということで、一旦じゃあちょっと、マックススピードまで行って、ちょっとシフトダウンして止まるとこまで、ストップするまでやってみましょう。さあ、これで、まあ、7速まで入れて、空気を切る音がね、結構あれですね。じゃあ行きます。ちょっと止まります。あ、まあ、音はまあまあ、そんなに、ランボルギーニみたいに荒れた、荒くれた暴れ牛の音はしない。普通の、普通のっていうかもうなんか、あれですね、おしゃれな音ですね。うん。なかなかおしゃれな音がします。はい。まあ、こんな感じですね。ちなみに、まあ、これは0100が 2.8 秒なんで、実際に 2.8 秒かちょっと測ってみましょう。じゃあちょっとストレートに止まりますね、ストレートにね。これでもやっぱりいいね。やっぱマクラーレもいいね。よし。じゃあここ止まって、本当に0100が 2.8 秒なのかやってみたいと思います。でもこれね、オートマじゃなくてマニュアルなんで難しいですよね。では、やっていきたいと思います。ストップね。よし。では行きましょう。よーい。ドン。ホイールスピンしたわ。ホイールスピンした。どう？今 2.8 秒になった。わかんないけど。わかんないけど、後で動画の編集の時にしっかり、左上のタイムで見てみましょう。はい。で、トップスピードまで入れるとこんな感じですね。まあ、やっぱりね、7速でちょっとコーナーを曲がるのはちょっときついわ。これ、ステアリングがね、めちゃくちゃ重たい。やっぱりね、遠心力で外に振られるね。まあ、もうちょっと運転が上手かったらいいんだろうけど。はい、まあ、そんな感じですね。はい。ということで、今日はこの1億円の P1 に乗って、ロングビーチをちょっと、リベンジということで、最初にボコボコにされたあのコースで1位に返り咲いてみて、見せようかなと。はい。やりたいと思います。それではね、早速行きましょうか。よっしゃ。では行きましょう。はい。ということでやってきましたよ。車両選択はね、今日はね、イエローで行きますよ。マクラーレン P1 はなんとなく、これイメージカラー確か黄色だよね、これね。もう、なんか、いつも通り白にすると思った皆さん、残念でございます。はい。今日はね、この黄色で行きますよ。マクラーレンといえばね、やっぱり黄色なんですよね。なんか、ランボルギーニも黄色ってすごい似合いますよね。なんか、それと一緒で、なんか、いいかなと思って。で、まあ、やっぱりね、これビーチなんで、やっぱりサンセット。やっぱり夕暮れよ、夕暮れ。サンセットビーチをちょっと走りたいんで、ちょっとサンセットにしたいんだけど、ちょっと最近グランツーリスモずっとやりすぎてて、これなんか時間がよくわかんない。時間がよくわかんない。これ17時ぐらいにしたらよかったっけ？これ。シーズン秋。どう？これでいいんじゃない？これで、なんとなくですけど、夕日になりそうな気がします。ならなかったらすいません。ということで今日は、このマクラーレン P1、1億円の P1 でね、やっていきたいと思います。そしてコースはロングビーチサーキット。因縁のコースです。ここ、ラップは3周ですね。3周走って、スタンディングスタートで行きたいと思います。それでは早速始めましょう。いいですね、 P1 1億円ですよ、1億円。まあこれだったらね、まあなんとかね。はい。あ、ちなみに最初にさ、 P1 の GTR ってあったじゃないですか。一番左下のやつ、この P1 の下にあったやつ、P1 の GTR っていうのは3億4千万するんですよ。3億4千万。あれはちなみにこのすでにこのなんていうの、このマクラーレンの P1 を持ってる人だけが買えるやつですね。持ってないと絶対買えないんですよ。アラブの石油王でも無理。持ってる人限定でどうですかっていう感じで話を振られて、P1 の GTR が買えるということでね。あれ？なんか人数少なくない？たった6台？それだけ？はい。じゃあちょっと行きましょうよ。で、よっしゃ。美しいマクラーレン P1。美しい。かっこいい。なんだこの美しさ。さあ行きましょう。お、サンセットになってるよ。サンセットに。あ、失敗。はい。ということで、サンセット。さあ、ゆっくりとね。ゆっくりと。なんか6台しかないな。なんでこんなに少ないんだろう。いつも20台ぐらいいたよ。お、ちょっと待って。めっちゃ横滑り激しい。さあ、行きたいと思います。さあ、P1GTR は走ってないようだ。ちなみにね、その P1GTR っていうのを買ったら、ドライバーズ F1、サーキットドライバーズプログラムとか、あとサーキット走行とかの、なんかそういうオプションがいっぱいついてきて、なんかすごい手厚くもてなしてくれるらしいですよ。
まあ、それは3億4000万ですからね。それは3億4000万でさ、なんか、はい、じゃあ売りっぱなし、はい、お疲れさんでした、ありがとうございましたみたいな感じでさ、終わると、まあ、顧客は怒るよね。そんなね、3400円じゃないもんね。3億4000万だから、おっと、ちょっと待って、その3億4000万に近いぐらいの車がいっぱい走ってるよ、これ、ラフェラーリ。いいね。しかも、なんかちょっとみんな早い気がするんだけど。よし、いいよ。このね、ポイントに、このポイントに沿っていくと、必ず1位が取れる。そして、いいコーナリングがいけるから。さあ、行きたいと思います。さあ、デビュー戦ですよ、P1。おい、ちょっと待って、ラフェラーリに岡本ホルダー勘弁してよ、本当に。1位は1位で、パガーニか。よし、パガーニもナンバー一緒か。みんななんか同じナンバーつけてるね、これ。全員盗難者か、これ。大丈夫か？さあ、行きます。これで、まあ、とりあえず今2位なんですけど、これなんか台数が少ないからさ、全然迫力がないね。わちゃわちゃしないから面白くないね。でも、わちゃわちゃしない分、言い訳ができないよね。なんか、今ぶつかったから、今順位落ちたとか全然言えないよね。はい。ということで、ちょっとパガーニにもね、ちょっと当てたくないんで、ちょっと保険会社が泣くんでね、ほんとぶつけると。後で怒られるんで、お、めっちゃ、これ、めっちゃスローコーナーですよ、スローコーナー。お、もう1位になったわ。もう1位。これ1周でもよかったわ。はい。行きたいと思います。で、これマクラーレンがさ、なんかすごい一番美しいのってね、ドアが、運転席、助手席2つとも左右とも空いてる格好がね、マクラーレン一番好きなんですよね、なんか。空いてる姿美しく、美しく。おー、ちょっと待って待って待って、ちょ、ぶつかった、ぶつかった、ぶつかった。やっちゃいましたね、やっちゃいましたね、これは。これはやっちゃいましたね、完全にやっちゃいましたね。もうなんか自分の美しさに惚れてたわ、今。マクラーレン。おい、これもちょっと待って、ちょんまげ。ここから1位になりますよ、皆さん。ここからしっかりとね、私、昨週マッハ、地球の裏側からね、飛んできましたよ、ちゃんと。ファーストクラスで。いや、嘘です。プライベートジェットで。はい。昨週マッハね。こういうお遊び、お手のもんですからね。はい。絶対1位になりますから、まだ1週半ありますからね。もうここで1位取らなかったらね、もう地球の裏側から来た覚え、来た意味ないですから、もうマントルから、スコップで掘ってきたんですよ。飛行機じゃなくて。もうマントル、地球のコアが一番熱かった、あそこ。あそこは大変だった。抜けるときはもうシェルター必須。はい。ではここを通ってね。はい。同じマクラーレン走ってるね。なんやかんやで5位。もう見えてるもん。先頭が見えてるもんね。よしよし、オッケー。ここでちょっとインコーナー攻めすぎたら ぶつかるからね。ぶつかるからね。よし。あ、ちょっとぶつかった。はい、オッケー。何の話してたっけ？そうそう。ガルウィングが空いてる状態がね、やっぱ一番かっこよくないですか？まあ、ランボルギーニはさ、ストレートにパッと上に開くからさ、おいおいおい、あれだけど、オカマ掘っちゃってごめんなさいよ。はい。でもやっぱりね、ガルウィングドアじゃん、マクラーレンって。あれがすごい好きなんですよね。ちなみに、ガルウィングってカモメの翼っていう意味で、まるでカモメが翼を広げて飛んでいる時の姿に似ているからね、カモメの翼みたいな感じなんですよ。OK、了解。お前ならできる。そう、俺ならできるぜ。何でも。すべてにおいて何でもできるんだ、私、昨週マッハ。さあ、もう1位見えたからね、射程圏内。さあ、ラフェラーリちょっと勘弁。何言ってるか分かんないけど、1位に上がった。そのままプッシュ後ろ。はいはい、ちょっと植え込みにちょっと、ちょっとパンジーがちょっと踏んじゃったかもしれない。OK、よし、このまま行きます。このまま行きます。行きます、ノスケ。さあ、やった、ファーストテスト、やった、第一セクター、ファーストテスト、トップ、さすが、昨週マッハだけど、お遊びが得意。さあ、行きます。タイヤがだいぶぬくもってるね。やっぱすごいね。さあ、もうここはもうお遊びなしで、このまま普通に走ったらゴールできるから、もう普通に走ろう。もうこの誘導路通って、誘導通りに進んだら、もう必ずぶつからないから大丈夫。さあ、OK よ。この動画の尺はすごい短くて見やすいんじゃないか。もう、この終わる直前にもう動画の尺を考えるという、このそれがまた昨週マッハよ。昨週マッハ気にしてるんですよ、昨週マッハ。さあ、行きます。さあ、このまま行って。ここのストレートではもうあんまり飛ばすとまたスピンしそう。なんかね、グランツーリスモスポーツをね、ちょっと最近やりすぎてて、あれの感覚で運転しちゃうんですよね、どうしてもね。で、あれの感覚で運転したら、本当このプロジェクトカー2の場合終了ですからね、本当に。めっちゃ腕が落ちるわ、本当に。これは腕が落ちる、本当にね。よいしょ、OK。さあ、ここ最終ストレートは、ファイナルストレートは、ここは、まあ、200キロぐらいまで上がるでしょう。はい、OK。よし、OK。はい、OK。よっしゃ、よくやった。今日はお前が一番だったよ、最高だ。Excellent。OK。ちょっと簡単にね、一周できるリプレイ見てみましょう。美しいじゃありませんか、これ。結構いろいろ走ってんだね。なんか6台だけしかないから、なんか寂しいな。
なんか寂しいな、おい、これ。でも、なるべく今日はなるべくぶつけないように言ったからね。ちょっとぶつけたけど、ぶつかったけど、なるべくね、なるべくぶつからないようには行きました。この6台で一体いくらするんだろうね。もう、10億近いじゃん。この、これだけ、この6台で10億円超えるんじゃないこれ。すごいね。すごいね、本当に。こんなのね。あ、ここでちょっと、ここでちょっとぶつけちゃったね。美しいじゃん、美しいじゃん、でもほらほら。ラフェラーリもかっこいいな。ラフェラーリもまだ全然乗ってないからね。色を変えただけで乗ってないんで。いいですね。これもやっぱ美しいね。ほら、ちゃんとコース取りもね、今日はちゃんとあの矢印に従って運転したから綺麗にこう回れるんですよ。でこの辺でちょっとね、あの、追い抜くチャンスかなと思って抜きました。はい。もう今、ほら、ラフェラーリとのランデブー、美しい、これ。うん。いい感じですね。すごい美しいですね。エンジン音もやっぱりいろんな車のエンジン音も聞けてやっぱ面白いわ、本当に。やっぱいいね。このプロジェクトカーズ2とグランツーリスモ2つ持つっていうのがやっぱり一番、2つ買うっていうのが一番いいわ。ちょっとね、プチ贅沢みたいな感じだけど、一番面白いかもしれないね、これね。美しい。はい。で、ここファイナルコーナーですね。もうすぐしたらファイナルコーナー。ここを通って、もうダントツ1位でしたね。はい。ありがとうございます。攻撃性100にしてますけど、やっぱり、あの、台数が少ないからあんまり攻撃されなかった。美しい。美しいね。やっぱ P1 綺麗だわ。完璧。ちょっとゴールした瞬間ちょっとふらついたけど、こんな感じでいいですね。はい。お疲れ様でございました。柵の部屋に帰ってまいりました。さあ、ということで、まあ、リベンジは無事に果たせたわけですよ。まあ、まあね、あの、同一クラスですから、まあ、勝てて当たり前なんですけど、はい。まあ、ちなみに、あ、これですね。これ。さっき言ってたやつ。これ、P1 の GTR。これが、まあ、3億4千万するやつですね。その P1、この P1 っていうのを持ってる人にしか、あの、売ってくれない、あの、究極のマクラーレンって言って、この P1 GTR。これがね、ほんと、すごいですね。今度これ乗ってみようかな。今度ね。こんな見たことないよね。もう見ることないわ、こんなものね。まあ、日本で P1 持ってる人がさ、大体何人ぐらい ?10 人もいないよね。だからやっぱり、すごいよね。やっぱり、このほんと美しいわ。これやっぱ黄色がいいわ、黄色がね。いや、例えば仮にこれを僕の大好きな白にすると、こういう感じになるんですよ。白の P1。まあもちろんかっこいいですよ。白の P1 も。ね。すごいかっこいいんですけど、なんかマクラーレンってさ、なんかこの奇抜な色がすごい似合うよね。この P、あれ、ちょっと待ってよ。P1 もそうだけど、この P1 じゃない。この白もそうだけど、例えばよ。あれ?緑がないな。緑とかもすごい似合うんですよ。黄緑のマクラーレンとかもあるんですよ。緑のね。あれもすごい似合うんだけど、でもやっぱりこう見ると、やっぱりこのマクラーレンってこの黄色がすごい合うよね。うん。黒とかもかっこいいけど、やっぱりそんなにね、合わない。うん。やっぱりね、黄色。これよ。これほんと美しいわ。これね。美しい。はい。ということで、ね、まあ、そんな感じでね、また、プロジェクトカーズ2も徐々に進めていって、ちょっとね、なかなかフレンドさんとちょっと予定が合わず、なかなかちょっとフレンドさんとオンラインレースができなくて、ちょっと僕も寂しいんですけど、まあ、またね、あの、できる時にはしっかりとやって、まあ、楽しみたいなと思います。はい。まあ、これに関してはね、あの、お金で車買う必要がないので、いつでも好きな高級車に乗れますから、まあ、あの、ぜひね、いろんな車、これ、どんなエンジン音か聞かせてくださいみたいなのがあったら全然乗りますんでね。うん。ということで、まあ、そんな感じでね、グランツーリスモとこのプロジェクトカーズ2を、まあ、並行して、まあ、やってるわけですが、まあ、また次回、またプロジェクトカーズ2、もしくはグランツーリスモでね、お会いしましょう。ということでね、まあ、そんな感じでやっていきたいと思います。まあ、私はランボルギーニとフェラーリの一番あのマニアというか好きな、あれですけどね、こう、まだ別の車、いろいろね、乗ってみたいと思います。ロータスなんかもね、これマニアックで結構いいんだけど、うん。メルセデスベンツには一回も乗ってないな。でもこれね、普通にね、レースカーばっかりですからね、この A4、A の4号とかは普通に実車でもまあいろいろありますけど、この GTR、AMG GTR とかね、こんなんとかね、C63 なんか普通の車かと思うけど、これ C63 があるんだったら S63 もあってほしいよね。まあでもあれセダン型だけどね。まあそんな感じでね、いろいろやっていきたいと思いますんで、またぜひともね、次回もよろしくお願いします。次回はまた何か最高級車でいろいろラフェラーリとか、P1 の GTR とか、まあいろんなね、最高級車でまた綺麗なグラフィックの世界を駆け抜けたいと思います。さあ、ということでまた次回もよろしくお願いします。サクシューマッハ、今からまたスコップで掘って地球の反対側に帰ります。
それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。皆さん、ご視聴ありがとうございます。作です。他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。